はい、どうも皆さん、こんにちは。小松翔平です。見えてますか？ということでですね、小松翔平のバンバンバン、いつもはイベントでやってるんですけども、今回はこちらの動画でですね、ちょろちょろ入ってくる。ボードゲームをいろいろ紹介していきたいと思っております。まずは自己紹介からいきましょう。私が、今回 MC も務めさせていただきます、小松翔平です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、順田さんいいですか？はい、小松くんと同じマンションから来ました、浦島純太です。嘘だろ。よろしくお願いします。え、マジなの？え、マジなの？え、マジなの？いろんなとこで言ってるんで、もういいですけど。マジ、マジ、もう大丈夫です。マジなのか。マジ。じゃあお願いします。はい、2人の住んでるマンション特定しました。白井祐介です。怖いよ。よろしくお願いします。この前、俺に LINE で写真送りつけてきて、ここ？いや、マジで特定した。教えたとかじゃなくて、教えとかじゃなくて、マジで特定した。マジで特定された。はい、じゃあ、タスクさんお願いします。1900年建築のマンションに住んでます、畑中タスクです。そんなことないですか？おい、特定されるぞ。結構年くらい経ってる。大丈夫大丈夫、もうちゃんとできてるし、中超綺麗。はい、わかりました。心配になってきた。はい、じゃあ翔平くん。僕は小松さんの一個前の家しか知らない男です。いい、ね、まだ呼べてないからね。一番翔平です。はい、お願いします。お願いします。家の情報ばっかで、ゲームやったとかどうか何も聞いてなかったですけど。おうち紹介の番組じゃない。いや、違う、ボードゲームの番組なんで。あ、ボードゲーム。あ、ボードゲームね。皆さんゲームの経験とかはどうですか？ボードゲームですか？ボードゲームとかやってます、いつも。まあ、この間ね、千葉賞とBL のボードゲームやったよ。やりました。あ、YouTube で見れますね。そうゼリーやらせてもらいました。シライムチャンネルで見れる。シライムチャンネルで見れます。そんな他の YouTube の宣伝ここでする？でもボードゲームいいよね。めっちゃ楽しい。楽しい。うん、うん、そうです。アナログだからこその、うん。小松さんのイベントに出たことありますよ。僕お、バンバンバン。第1回の。あ、そうなんですよ。このイベントに、第1回に出ていただいて。準レギュラーですね、じゃあ。そうですね。もうだから今のところ全て出ている。会議賞だ。すごい。今日はもうみんなで盛り上がれるゲームをいっぱい用意しております。やりましょう、やりましょう。はい、今回はですね、4月25日開催のゲームマーケットに出展予定作品だったものをですね、いろいろとお借りしましたので、そちらをですね、やっていこうと思っておりまして、こちら新型コロナウイルスの感染拡大予防のためにですね、ゲームマーケットの開催が自粛となってしまったんですけども、ゲーム開発元、デザイナー様などに許可をいただきまして、ゲームの楽しさ奥深さを皆さんにお伝えできればという番組をやらせていただくことになりました。ということはまだあまり世に出てない新作のもう今回やるのはもうほとんど皆さんやったことない。俺らがやっていいんだ。大丈夫だろう。じゃあもうめっちゃあれじゃん、盛り上げないと。あれ今までサボろうとしてじゃ あだとしたらじゃなかったとしても盛り上げてるから。大丈夫、気に出さなくていいから盛り上げよう。なんでちょっと企業からね。ちゃんとしなきゃと思って。大丈夫、いつもちゃんとしてくれる。盛り上げようとしなくても盛り上がるゲーム。あ、なるほど、選んできてます。ゲームが楽しいから、ね、俺だよ。自然と盛り上がりますから、ね、さすがマスター。今回ね、外出が難しい時期なので、はい、これを見て皆さんも家で楽しんでいただければと思います。じゃあ早速は、1個目、やっていこうと思うんですけども、紹介しますね、こちら。こっち。しかもちょっと画角外れてる。ホメロー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 。どういうことになります。ホメロー。ホメロー。ホモローじゃないか。ホモロー。こちらですね。まあ、どっちかというと人狼から来てるやつですね。ああ。ホメローのローがね。こちらですね、正体陰徳系ゲームと言われる、ゲームになりまして、皆さんに人狼みたいに役職が配られます。うんうん、でその中にですね、こちら。コメカードとコメローカードっていうのがあります。ほう、まあ、実際の形はこういうものになるんですけども、まあ、これがいわゆる人狼みたいなものですね。コメロー、一人だけ紛れているのがコメロー、まあ、例えば僕が今回褒められる側になったとして、まあ、このゲーム全然今説明しなかったんですけども、人を褒めるゲームです。ああ、はいはいはい、名前の通り褒められたい、で僕が褒められる側になったとしたら、僕を褒める人
4人にカードを配ります、うん、褒めカード3枚と褒めろカード1枚、うんうん、なので3人は褒めカードでこの書いてるじゃないですか、うん、定型文、うん、これを使って僕を褒めてもらいます。定型文で褒める、そういうことです。坂本龍馬みたい。むずっ。バレバレやん。ある生き様がねみたいなね。むずいね。生き様が。そういった難しいものは、うん、この隣にハートが2つあるんですけど、はいはい、2点の定型文。ああなるほどね。あなるほど。つまりこちらで、うん、まあ後々説明するんですけども、勝利した場合は2点もらえると、うん、なるほど。でこちらで勝利した場合は1点もらえる。なるほど。で難しい分褒めろは逆に、うん、定型文がないんですけども、うん、まあ漠然と書いてますね、うん、今、将来やり遂げそうなことを褒めろ。あ、本当だ、書いてある。いや、そうなんだ。ある程度の指示はされてるんですね。あ、なるほどなるほどなるほど。でもまあこれを見た上で、うん、自分の言葉で、まあ僕が親だったら僕を褒めてもらいます。ね、これ褒めろも結構むずいですね、うん、そうですね。確かに。いや、確かに。僕が親だった場合、誰が自分の言葉で褒めたか、つまり誰が褒めろだったかを、うん、予測して、うん、当てます。なるほど。だからみんなが褒めろだと思われるように自分の言葉で褒めているように見せる、うん、そういうゲームになってます、うん、で定型文で褒めたのに、うん、褒めろですねって言われた場合、うん、例えば白井さんがうまく坂本龍馬みたいって言ったのが、うん、あ、自分の言葉で言ってくれたんだなって、うん、思ったら僕が白井さん褒めろですねって言って、まあ外れなわけじゃないですか。そしたら白井さんがうまく褒めることができたということで、今坂本龍馬みたいを使ったので2ポイント一人勝ちですね。これも完全にこの一文だけじゃなくても、はい、そうですね、あの前後にワードは足していいんですけども、この定型文は全く変えずにやっていただきます、うん、なるほど、なるほどね。そういうことで、いつの時代生きてる褒められる側の人がスターって呼ばれるんですけども、うん、スターを一人ずつ回していって、まあ、5人なので5回分やったら、合計点数の高い人が勝ちという。あ、わかりました。なります。はいはい、理解。はい、はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、行こう。はい。これ普段からトンチンカンなこと言いそうな人の方が有利ですよね。誰かを足して足しながら言ってる。やめろやめろ。カスクだ。カスクさんはそんなことないって。ここにいるからね。そんなことないって。でも本当俺が一番これ得意じゃなさそうなんだ。これでもその、ね、普段人を褒めることをしない人間にとっては結構。地獄ね、難しいですよね。褒めろを引いちゃった場合は、うんうん、あ、そうですね、うん、ひげ臭くってな。もうずんたなんて人の悪いとこしか見てない。やめろよ。そんなこと俺まあまあ褒めてるだろ。まあまあ褒めてるだろって自覚もなんか嫌ですよ。すでに始まってんだ褒めろが。最初が誰から、誰スターにする。このゲームの場合は最近褒められたことがある人がスタートプレイヤーとなります。褒められたことはありますけど、生まれてこの方一度もなくて。かわいそうすぎる。だから目が死んでんだ。おい。一度くらいはあるわ。さっきでも俺プロデューサーに褒められた。お、なんで、なんで。なんか立ち回りがいいっすね。おお、いいな。一番嬉しいやつじゃない、それ。うちからのことだよ。一番いいじゃん。それをでも今言ってしまったことでなんかとても恥ずかしい気持ちになって。じゃあもうスターだ。あ、もちろん。じゃあスターだ。立ち回りがうまい。スタートしましょう。褒めろカードと褒めカード。はい。3枚と1枚で混ぜました。うん、はい。では翔也くん以外の4人でこのカードを引いていきましょう。褒めて。じゃあどうぞ。いきますよ。僕がスター。よっしゃ。では自分だけ見てください。このゲームですね、初対面の方でも楽しく遊べるように、知らない人のことが分かっていくゲームになります、うん、なので、はいはい、褒めカードの下にですね、質問があるんです、はいはい、じゃあ僕めくりますね、はいはい、1枚、はい、こちら質問が最近何かイベント行ったっていうのが書いてます、ね、書いてある。これを、3問ほどスターの方に質問してからゲームスタートとなります。なるほどね。なるほど。はい、というわけで言ってたらやばいよね。これちょっとこのカードじゃない方がいいんじゃない。最近行けないから。確かにね。では、はい、褒めカード引きました。あ、いいじゃないじゃない。好きな飲み物は翔也君。なるほど。何なの、答えてください。僕はジンジャーエールが好きです。おお、いいですね。じゃあ時計回りに潤太さん引いてもらっていいですか。褒めカード1枚。あ、これじゃあ、はい、こうやって僕のパーソナルがバレてくる、ね、バレていくよ。好きな場所は、場所、場所、好きな場所、うん、こういう感じで劇場、劇場、舞台見るんですけど、なるほど、なるほどね、うん、確かに。さあではよいしょ。あ、好きな色は、あ、これいいね。あ、いいじゃない。あ、
ジンジャーエール色っすかね。ジンジャーエール色ちょっと分かりづらいよ。ジンジャーエール色金かな。ちょっと薄い金というか、透き通った金。どんだけジンジャーエール好きなんだよ。はい、ということでですね、スターのこれ関係あんのかスターの、まあ、本来はだからがこういうので分かっていったということで、うん、でもあれか、俺がこう答えたからっていう類推で、うん、褒めてもいいってことそういうことだもんね。そうですね、はいはいはい、なので喜ぶ、うん、あ、ごめんなさい、一つだけルールを忘れました、1個何ですか。褒めろを当てるっていうくだりは一つあるんですけども、うん、もう一つ褒めろと全く関係なく嬉しかった褒め言葉に1点あげることができる。ええ、そうなの。それは褒めろと同じでもいいですし、違ってもいいです。え、あー、なるほどね。はいはいはい、だからとにかくスターを喜ばせることが大事なんです。なるほど、そうか、いいゲームだな。オッケーオッケー。はい、ということで点数の獲得チャンスが2つあるということになります。自分の言葉で翔也くんを褒めてください。でも言い方も大事。まあまあそういうことですね。言い方、じゃあ順田さんからお願いしていいですか。はい、まあ千葉くんといえば、まあ、やはりこう子供の頃からね、うん、いっぱいこういう大人の一緒に接する職業にいたわけじゃないですか。なんでやっぱ人一倍人を見る目があると思うんですよね。ああ、なるほど。言われた人はありがとうと言ってください。純太さん、ありがとう。うん、どういたしまして。素晴らしい、はい、目は笑ってるけどね純太さんの目。なるほど、はい、これで OK です。はい、本当に感じるな。じゃあ次行きましょう。白山さん、やっぱりこの間ね、シライムチャンネルにも来てくれたこともあってそこでもやっぱ改めて思ったんですけど、ね、まあ、年齢差10歳離れてる、それを感じさせないというか、すごく話しやすい。はあ、なるほど、うん、話しやすい。はい、白井さん結構言ってくれる、自然な感じに聞こえるな。今のところ自然な人いないですね、うん、じゃあタスクさん。いや、千葉市はね、やっぱりこう、まあちょっと2人でイベントやったりとかも、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、うん、でもやっぱね、こう彼ほどやっぱ周りを見ている人間はいないなと。だからやっぱ周りを見ているかな、彼をやっぱりこう見たことない。なんか似たことさっき聞いたな。似た言葉を聞いたな、うん、いやでも別に被ってないどうだろうね。なるほどね、まあ、周りを見ている、うん、なるほど、ね、うん、まあ伝え方が下手なだけかもしれない伝え方が下手なだけかもしれない。まだわかんない、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 うん、じゃあ、はい、僕いきますね。翔也くんは、なんかこれは多分いろんな人に言われる気がするんですけど、いやいや、やっぱ人懐っこくて犬みたいだな。ありがとう、タスクさんもありがとう。で、忘れてた。そうそう、付け足しみたいな。完全に付け足しだったじゃないか。ついでのありがとう。さあ、ということで、さあ、ということで出揃いましたね。ゲーム上だと、好きな人からですね。嬉しかったやつ。嬉しかった方から。白井さんありがとう。お、やった。お、1ポイントゲット。嬉しかった。じゃあこれを。これが裏になるとハートポイントになるんですね。おー、これを白井さんに贈呈します。ちょっと見やすいところに置いておきます。あ、この辺、これは白井さんのポイントですね。じゃあ次は褒めろを当ててください。小松さんの口からね、うん、犬みたいっていう言葉、多分今生まれて初めて発された感じだった、うん、言い慣れてなかった。あ、はい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 、だから定型文だなって思いました。なるほどね。まあ、スクさんと純太さんは似たことを言ってたけど、うん、一見純太さんの方がうまく伝えてくれたんですよ、うん、でも多分褒めろうのタスクさんがパクった。ああ、後からかぶせてきたと。なるほどね。だからあなたが褒めろうですね、タスクさん。違います。定型文です、ね。周りをよく見てる。まさにそのまま。うわってことは、だから俺文章言い直したじゃん。だから周りをよく見てるって言い直したのは、なんだっけ定型文って言いながらめっちゃ確認してたもん。タスクめっちゃ確認してた。いや、あそこまでだって普通嘘っぽくなんないじゃん。普通、まあ、確かにね。じゃあこれで、これで、俺がもらえなくて、スターはポイントを獲得ならず、うん、褒めろうの勝利ということになりますが、褒めろうはどなたですか。私です。うわー、全部取ってった。素晴らしい。そうなんだね。だからそういうことだ。そういう
ういうことだね。1ポイント加算されます。でもホメロは当てられないといけないんだよね。あ、ですね、そうじゃない、さっきのルールでいくと、あ、そうだそうだ、だからタスクが1ポイント、タスクさんが1ポイント、俺が1ポイント、だから伝えられなかった。そう、俺はもっとそうですね、分かりやすくっていうか、その自分の言葉っぽく伝えればよかったんだけど、馴染もうとしちゃったの。そう、ズンタの一発目に、ね、キーワードを立たせるっていう俺が言い方をしたから、うん、その話しやすいってめっちゃ際立たせちゃった。馴染もうとしたんだ。ちょっとこれあのね、人狼の癖がちょっとね、そうそうそう、出てる。褒めろは今回逆に人狼と逆にアピールをしなきゃいけないので、ね、自分の言葉だよって伝えなきゃいけないんで、確かに、だからもうまあ最初だからね、なんか、ね、うん、ね、まあでもこれで分かりますから、ね、もう嬉しかった分もう、そう、ね、あ、まあそう入ったから、それはありがたい。はい、はい、こちらで今なるほどね、全然分かんない部分あるな。めちゃくちゃ面白いわこれ、はい、ちょっと照れくさいのか、嫌な気分に一切ならない、うん、よっしゃ、はい。